皆さんこんばんは、 MK です。星のカービィロボボプラネットパート4やっていきましょう。前回エリア1を全てクリアしたので、今回から新エリアラスタードロードをやっていきたいと思います。ステージ1からですね、頑張っていきましょう。背景にはおしゃれなお家がたくさんありますが、車が来ている、危ないな。なるほど、青信号だったら渡ってよしと、ここは赤ですね。しっかり青になったのを確認してから渡っていきましょう。ジェットカービィだ、懐かしい。ジェット、高性能な科学の力の詰まったあの能力が復活した。 B を押し続けてパワーを貯めて一気に噴射することでマッハで飛び立ち敵を蹴散らす。まあ結局ね、 B で貯めて撃てばいいってだけなんですけど、ここは青信号のうちに渡ってしまいましょう。なんだ今のは。めちゃくちゃかっこいい攻撃が出て、ちょっとよくわかっていないんですが、ジェット、おーすごい、なんか 3D っぽくなってるぞ、ジェットカービィが。ここはまあ青のうちに渡ってしまいましょう。本当は点滅してる時に渡るのはあんま良くないですけど、待てよ、今 IC キューブがあったな。 IC キューブは後ろに行くのか、なるほど。この 3D ワープスターで後ろに行ったら、まあジェットでちょっと信号を無視して行ってしまいましょう。まあ上を通ってれば問題ないということで、現実世界では絶対にやってはいけませんが、あ、なるほど、結構戻るんだこれ。こっち側にあのゴールがあるかなと思ったんですが、左側がゴールみたいです。はい、 3D ワープスター再びゲットして手前に戻ってくる。何回ここの交差点を行き来しなければいけないんだ。青のうちに渡ってしまいましょう。その青が、あーばばばば、お前に隠れてたんか扉が。でまたジェットだな。ここはこう起きて、すんごいかっこよくなってるね、ジェットカービィ。こんなだったっけロボボのジェットって。下とかになんかありそうな雰囲気ですね。ないな。まあジェットだからすぐに上に上がれるんで、積極的に見ていきましょう。待てよ、これ下じゃない、下じゃないか。ここに入ってもいいんですけど、なんかこれだけなのおかしくない？そんなことない、かんくぐりすぎ。これで、おお、なんだ今のは。またいい感じの技が出ましたが、入っちゃうよ。じゃあなんか逃した気もしますが、はい、上に行ってロボか。はい、じゃあロボに乗っていきましょう。ジェットカービィ使えなくなるのはちょっと嫌ですが、パラソル、待てよ、これパラソルってなんだっけか、これで飛べる、あれ違うな、おお、これで飛べる。スピアみたいな、 Wii のスピアの強化版みたいな感じですね。これはスイッチを全部押していった方がいいんだろうか。そしてこれは制限があるな、時間制限があるんで無限に飛べるわけではないみたいだ。でここも押して宝箱を下に落とす。そしたら一回ロボ降りたいんですが、こっちか、こっちに行って一旦ロボを降りて下に行くんだな。いや、ジェットのロボとかってあったっけ、なんかあったような気もするな。下に降りて土管を通って、これどっちからじゃないとダメとかはないよね。 OK、 IC キューブでありますように、ありがとう。これで IC キューブも残り1つとなりました。いいんだよね、金色ステッカーとか逃しているような気もしなくもないですが、ボス戦だ、ジェットかボムか。ちょっとじゃあ新しい能力なんでジェットでいきますか。ジェットの復活はウルトラスーパーデラックス以来かな。ていうかジェットカービィ自体、待て待て、こいつ新しいな。テレパトリス、こいつ見たことないぞ。ロボボプラネット専用の中ボスだ。落ち着け、ジェットで、これなんだ、能力がちょっとわかんないな。エスパー、エスパーってロボボだったっけ、なんか、あ、だだだだだだ、スターライズのイメージがついてしまっているんですが、エスパーカービィだったような気もする。ジェット弱いな、ジェットちょっと中ボスは弱いかもしれない。うわ、今当たってないの、最後だと思って吐いちゃったんですけど。待て待て、星をください。それは星になるんですか。あ、いきなり吸い込んでいいパターンのやつだな。落ち着け落ち着け、それは何ですか、バカ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 、吸い込んでいいパターンのやつじゃないんだ。え、待てよ、じゃあ星が出るまで待たないといけないな。星出してください。星は、あ、これは吸い込め、バババババ、嘘でしょ嘘でしょ、うーわこいつめっちゃ時間かかるじゃん、早く後ろ行ってる暇ないんだって。おい、こっちに来たら一回、じゃあこれプリン食べておいて、早く星を出してください。これは吸い込めるじゃん、落ち着け落ち着け。これでこっち来て、ここで吐いていく、素晴らしい。エスパーだったような、オッケー、エスパーカービィ、念じることで姿を消したり電撃のエネルギーを自在に生み出せるエスパー少年のような姿の能力、研究対象としても興味深い存在。この帽子完全にネス意識していますが、エスパー、そうだよね、これで攻撃できるんですが、これってあれだと思ってたわ、スターライズからの能力だとちょっと勘違いしていましたが、はい、ステッカー1枚ゲット。金色ステッカーもこっから奥だといいんですが、何もない、上にも何もなさそうなんで進んでしまいましょう。エスパーを使った仕掛けがこの先あるんでしょうか。いきなり後ろから来るの卑怯だろうがい。
待て待て、信号がないぞ。この辺信号がないので、ちょっと車に気をつけながら進んでいく。黄色ステッカーありました。待て待て、黄色ステッカーあったけど、これか。この電池をうまくロボのところにはめなければ。危ねえ。なるほど、信号を守りながら進まないとすぐに失ってしまうぞ。今のはちゃんと守ってませんが許してください。でこう来て、後ろでアーマーが手に入る感じ、違うかな。黄色ステッカーはさっきあったんですが違うな。待てよ、これはエスパーだ。エスパーでこうやったら下に降りる。 OK で IC キューブなんとかコンプリート。あとは金色キーホルダーだけですね。場所は分かっているのでそんなに難しくないと思いたいんですが、待て、どこだ。もしかしてもう過ぎた。え、嘘、過ぎたような気もしなくもない。ここにステッカーが、こんな進まないよね絶対。うわ、待て待て待て、ロボを逃してる。もう無理な感じ。ちょっと戻ってみますか。ちょっと戻ってロボを探したいんですが、もしかしたらさっきの場所ってロボアーマー完全に脱がなくても進めた。うわー、そうだったような気もしてきた。ロボアーマー戻ればもう一回切れたみたいな話かな。そうだよね。うわうわ、やらかした。エスパーで手に入る場所に新しいロボアーマーがあるわけではないのか。ちょっと、うわわ、ワドルディちゃん危ないって。ないな。うわ、やらかしたせっかく戻ってきたのに。多分さっきのところでもう一回ロボボアーマー切れたんですね。そっか、そしたら自動車もどんどん壊せたような気もしますが、まあしょうがないんで、これエスパーで取れたりはしませんよね。ですよね。はい、じゃあここワドルディさんのバスが通ったら、危ねえな。ちゃんとダメですよ、信号見ながら渡んないと。皆さんは今これゲームだからいいけど、こう来て、そうだよね、ないよね。やらかした。まあエスパーカービィ楽しかったんで許しましょう。金色ステッカーはね、後で実況外でゆっくり集めたいと思います。よーし、じゃあ金色が取れなかった分、ここで、ゴールゲームの MK さん見せていきたいね。あんまりね、ロボボになってから1を取っていないので、ここだ、完璧。こんなに完璧なのいつぶりだろうか。よーし、なんとか1位。ステッカー新しいのばっかり来るといいんですけどね。なんかトリプルデラックスよりは少ないらしいです。なんかコメント見てる感じだと、トリプルデラックスよりはステッカー難しくないですよというコメントが少し見受けられたんですが、はい、今回手に入れたのがロボプラネットからメタナイトメダル、でカービィのピンボールからカービィ、星のカービィ2からクー。クー可愛いよね。クーとリックとカインだったら皆さんは何派ですか。私はカイン私は結局会員派なんですが、よーし、じゃあステージ2までやってしまいますか。なんか後ろにジェットのロボットが見えたような気がしたぞ。若干ネタバレだった気がするけど、マイクよりはさすがにエスパーでしょ。エスパーのまま進んでいきましょう。ドクターがいいけどエスパーになっちゃった。まあいいや。はい、ここでマックのポテトを食べて進んでいく。うわ、待てよ、いきなり中ボスだ。まあプリンが手に入ったからいいとしましょう。このパターンはですよね。インベードアーマーさん、再びよろしくお願いします。強くなってたりするかな。これエスパーだったら落ち着け落ち着け、結構強いな。エスパーでこうやって攻撃してれば結構、上まで来てる。バカバカ、危ない危ない。こう来てこう来ていけるな。あ、待って待って、え、消えちゃった。ここか、オッケー。エスパーを完全に使いこなしている。そしてロボバーマー、多分ね、ジェットがどこかで手に入ると思いますよ。はい、下に行ったら、なんもないか。お前らはじゃあパンチで倒して、エスパーのロボってあったっけ？ジェットだ。はい、これでジェットロボになりました。シューティングゲームかな？いや、こういうのいいよね。ロボボアーマーだからこそできる要素だ。シューティングゲーム楽しんでいきましょう。これは、オッケー。溜めるとなんかそういうのが打てて、A でアタックか。A でこういうアタックが使えます。これって一応説明あるよね。ジェットモード、ヒーローの翼からは逃れられない。ロックオンせよバスタードミサイル。 B でジェットガトリング、長押しでバスタードミサイル。A か LR で 3D ジグザグジェット。なるほど、 3D ジグザグジェットもうまく使いながらやっていきましょう。これで敵を避けれるってことだよね多分ね。あ、待てよ、これ車を壊せばなんかとかありそうじゃない。車間に合わねー。車壊せばなんかありそうだな。 OK、 壊した壊したけど特に何もらしい。なんか逃しそうだな、シューティングのうちに。多分、IC キューブが1つや2つあるとは思うんですが、何もなくね。はい、じゃあ、うーわ、さっきのこのなんだろう、車って倒せばなんかあるか。あの印ついてる車倒したいんだけど、できればここでステッカー1枚ゲット。
ここ取っちゃいましょう。 OK、 IC キューブ1つで、このバスは壊せば何かありますか。ありませんね。アイス落としただけだ。なんだあれ、後ろにでかいのいるぞ。中ボス的な立ち位置なんでしょうか。終わった終わった。じゃあ 3D ワープスターに乗っていく。いや面白いな、シューティング。今度は後ろ画面になりました。遠近感気をつけていきましょう。ケーキを取って手前のところも一応見ますか。わーわー、今の倒したかったな。なんかあるんじゃない、大丈夫大丈夫かな。今なんか影になっていたところに何かあるオチではないか。はい、今度は空に行って、うわー危ない危ない危ない。そこのポピーブロスを気をつけながら、こういう下とかじゃない、違う違うか。じゃあここに乗って、このね、あの家よく見ると牛乳パックみたいになってますね。煙突がストローになっていて非常におしゃれなデザインなんですが、もうそれはロボット関係あるのか半分微妙ですね。下になんかあったかな。うわ待てよ、ここ 3D でうろちょろしてる間に何か逃してそう。そして IC キューブがまだ一つしか手に入ってないのもちょっと不安なんですが、これ乗っちゃっていい、本当に乗っちゃうよ。なんかこうやってジグザグしている間に逃してそうだな。おっと待って待って待って、上にあった上にあった。これで撃って OK。 なんとか金色ステッカーはゲットしましたけど、 IC キューブが足りない。金、おったあったあった、1個ありました1個ありましたけど、あれはどうすればいい。早めにこっちだな、早めに乗ったらこれを取っていく。2つ目ですよね、ありがとう。でドラム缶を壊して、いやシューティングおもろ。そういえばシューティングゲームの実況とかやったことないですよね。なんかおすすめがあれば、やって、あーばばばば言ってほしいんですが、あーそしてシューティングをやっている間に、ここまで見てくださった、あーたたたたたたた、 IC キューブありました。これでなんとか3つ揃って、そろそろゴールだとは思うんですが、なんだえ、なんだろう、あー終わりか。中ボス的な何かがあるかなと思ったんですが、あるね。待てよ待てよ、あるな。どっちでもいいや。じゃあプリン持っていきましょう。中ボスなんだこれは、でかくねえか。あー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 、なんだこれは、2連手法みたいな、強化版が出てきました。んぎゅわキッチン。んぎゅわって何、んから始まる単語ってそんなにない気がするけど、皆さんもんでしりとり詰まったらんぎゅわキッチンって言ってください。これ1個ずつだな、ダメージ1個ずつ。あぶねえ、今の全然分かってなかった。これ溜めて打った方がいいっすね。溜めて打てば、上から壊していきましょう。こう起きてこう起きて、あぶね、今の当たったか。マックスまで溜めて打っていきたいんだけど、ちょっと余裕がないな。はい、マックスまで溜めて、全部壊さないとダメなんだよね、結局ね。あぶね。はい、で、こう聞いて、これクロスしますね。クロスするところをうまく避けていく。OK。残り2つ。いけるぞ、いけるぞ。はい、これで下倒して、残りど真ん中。OK。いや、なんか、シューティングの最後はこういうのがありがちですよね。よーし、んぎゅわ基地倒しました。ど真ん中を通って進んでいく。んぎゅわってなんだ、よくわかりませんでしたが、これでゴールかな。はい、ジェット着地してロボット壊れちゃった。え、大丈夫これ壊れちゃったけど、まあいっか。よっしゃ、危ねえな。エスパーで今の落ちるからね、ちゃんと気をつけないと。下になんかあったりはしないか、怖いな、やめとこう。金色ステッカーも手に入ったんで、無茶なことはしないようにしましょう。よーし、じゃあゴールゲーム綺麗に2回決めて終わりたいな。落ち着け、こうこうこう、完璧。今回はゴールゲームの MK さんですね、完全に決めました。しかもゲージもど満タンで決めましたよ。よーし、これでステッカーも大量に手に入ったと思いますが、エスパーカービィも可愛いよね。いやでもね、やっぱドクターが可愛い、今回の能力だと。でマキシムトマトとステッカーをゲットありがとう。で今回手に入れたのが64からワドルディ、タッチカービィからカービーボール、ケイトのカービィからフラッフ。いや、ケイトのカービィプラスね、私一通り実況してるんで、ぜひご覧ください。概要欄の方にパート1のリンク貼っておきます。歯車ロボットも手に入れました。よーし、これでじゃあ次回ですね、ちょっと時間が押してしまっているので、じゃあ次回ステージ3からやっていきたいと思います。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。